TB-3 ツポレフ TB-3 はソビエト連邦のツポレフが1930年代に開発した4発銃爆撃機。第二次世界大戦が勃発した時に任務に就いていた最も古い軍用機の一つであった。当時、すでに他の巨人機の設計で有名になっていたアンドレイツポレフが効果的な銃爆撃機として1920年代後半に設計し、 試作機は1930年12月22日に初飛行した。1930年代初期に収益していた4発、重爆撃機としては最も進んだ機体であったが、1931年に任務に就く前は問題が相次いで発生した。波形アルミニウムの黄力外反を持つ全金属製の単葉機で、原型機は4機の 715HPM-17。 エンジンを装着していた。1937年までに色々な改良が施され、当時生産中のいかなる爆撃機よりも搭載量が多かった。ノモンハン事変で初めて実戦に投入され、長年にわたってソ連空軍の爆撃機戦力を支えたが、第二次世界大戦勃発時には時代遅れとなっており、輸送任務に転用され、落下3部隊の輸送を得意とした。 また、ズベノープロジェクトと呼ばれる規制戦闘機の研究にも使用され、1941年には国会艦隊所属の TB-3 が急降下爆撃機に改造した I-16-2 機を発進させる募機となり、ウクライナとルーマニアへの精密爆撃を実施している。TB-3 は818機が生産され、1944年まで任務に留まっていた。 三面図、ありがとうございます。